りゅうけんです。ルミニーふたり合わせマブダチフダブラです。お願いします。はい、ということで本日はお家で作れるお店の油そば、イエーイ、ダブラールクッキングでございます。はい、ダブラールクッキング。はい、最近それすごく忘れがちなんだよな。油そばって知ってます？うん、知ってます。イメージ的にさ、油をぶっかけて食べるとそういうわけじゃなくてむしろどっちかというとヘルシーなんだよ、ね、ラーメンと比べると塩分量とかカロリーも、まあ、総合的に見て低いって言われてる油そばなんですけど、うん、はい、これが私大好きで、はい、あの油そば専門店行って食べるぐらい油そば好きだったの、うんうんうん、でもコロナになって全然お店行けなくなっちゃったから家で食べれないかなと思って、結構作ったんですよ何回も。そうね、お店に近づけようと思って、でお店に近づけようと思って何回も作ったら多分お店を超えたという噂の店をもう超えたんじゃないかというレベルにまでたどり着いたという伝説油そば、はい、でめちゃくちゃ簡単で美味しいので、うん、材料自体はそんなに多くないんだけれども、ワンポイント加えることによってより美味しく食べれるっていうものなので、うん、早速作っていこうと思います。はい、材料はね、こんな感じになってます。はい、詳しくは概要欄にも、載っているのでそちらもご覧ください。はい、で今回、これね、麺ね、つけ麺の巨匠山口和夫監修つけ麺専用中華麺っていうこちらがね、一番おすすめなので、うん、必ずつけ麺用の太い麺を用意してください、うん、で今回、2人前なんだけれども3玉うん、使います。1人前1玉で食べたい方は半分よりもちょっと少なめにして調整してください。2人で3玉使えます。基本的には麺とこの調味料だけでいいんだけれども、おすすめなのは これに温泉卵と玉ねぎ、みじんさらす玉ねぎみじんにしたやつは入れた方が美味しいです、うん、まあ、苦手な方は玉ねぎ入れなくてもいいんですけど、卵はマストかなと思います。温玉はちょっと作るのめんどくさいかもしれないんですけど、あとはメンマとかチャーシューとかお好みです。温泉卵ね、めんどくさい方はこれが、セリアで出ました温玉、100均で売ってる温玉メーカーです、うん、卵を入れてお湯入れるだけで作れるのでこれはおすすめです。あとみじん切り苦手な方はブンブンチョッパーって言われてるやつを使うといいと思います、はい、僕は玉ねぎ好きなんで2人で、まあ、半玉使います。はい、結構大きめの半玉は半玉は言えてね、お腹空いてて口がない人がいますよ。つけ麺の麺の茹で方は基本的に袋通りで大丈夫です。開けて、この中に入れていくと。玉ねぎはみじん切りした後、ボウルとザルで水にさらしておきます。そうすると辛みが抜けるので、粗めでいいと思います、お好みだけど。ブンブンチョッパー、粗めのみじん切りです。はい、これちなみに新玉ねぎ残ってたんで、うちは今回新玉ねぎ、玉ねぎ使う人は、まあ、長めにあの水にさらした方がいいと思います。辛いからね。じゃあここに早速油そばのタレを作っていきます。で、ごめん、さっき出し忘れちゃったんだけど、隠し味砂糖もちょっと入れるのを置いておきます。これまあ入れる順番は何でもいいと思いますが、まずオイスターソースを小さじ 1.5、 これあの1人 1.5 玉計算なんで、まあ、1玉だったら小さじ1ぐらいでもいいのかなと思います、うん、次はお醤油も 1.5、うん、小さじ 1.5 入れてください。はい、そしたら次にお酢、これは小さじ2ぐらいなんだけど、酸っぱいの苦手な方は少なめでもいいです。後からかけてもいいので小さじ2よりちょっと気持ち少ないかなぐらい。はい、お店で食べるときはお酢とラー油は後から入れるところがあるんですよ。回し入れてから全部混ぜて食べてくださいっていうのがあるので、ね、まあ、お酢のとこのみです。鶏ガラスープの素と、こんなし和風だしの素はね、これは小さじ1ぐらい、1より少なめでもいいかもしれないけど、お好みで。1丸々入れるとちょっとしょっぱいかな、感もなくもないかなぐらいだから、しちゃくぐらい。はい、そんなもんです。そんなもんです。はい、だいたい気持ちいいです。まあ味は別にめんどくさかったら1でもいいです、好みで。とあと、和風だし、こんだしでもいいんで和風だし入れます。で、ニンニクチューブはお好みで、まあ、2センチとかなんか好きなだけ入れてください。好きなだけ入れます。私はニンニク好きだから多めでもかって感じ。最近あのスタミナが足りないから多めに入れますそしたら、ごま油だね。ごま油は大さじ2、ごま油だけ大さじ使います。めんどくさかったらこれも加減でバーって入れちゃっていいです。で、これ、まあ、ほんと上白糖でもいいんだけど、お砂糖を一つまみぐらい入れます。はい、はい、ちょっと入れると深みが増します。はい、はい、あと混ぜてください。あ、よく混ぜといて、あとでまた麺と絡めるので、あとはもう麺入れるだけなんで、麺入れるの待ちます。早いね。ただ麺茹
後に茹でてつけ麺の麺で一旦洗うんだけれども、洗ったともう一回温めたいのでもう一回お湯は沸かしておきます。つもりの場合ってここに書いてあるので、これと一緒だね。作り方、お湯が沸いたので茹でます。入れましょう。では3玉、イエー。何分？4分。はい、もういい？まだです。再沸騰してから。再沸騰してからよ。ちょっと玉ねぎはまだちょっと本当は早いんだけど、水で開けとこう。新玉だと思うんだけどね。新玉です。うちに残ったのは新玉だったのかな。そう、新玉です。新玉です。なんで尖らせるのな。新玉です。はい、できた。なぜそんなに怒られるかわからないけど、新玉です。私なぜ尖らせるの。なぜ怒られるんだ。怒ってなかったの。あ、できたっぽい。あ、できたんで取ってしまって。はい、茹で上がりましたので、まずは締めますんで。はい、はい、よろしく。うわー、続き。さあ、流すよ。はい、そしたら鍋を戻してお湯を入れるぜ。よいしょ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 。はい、はい、太麺に見えるよね。お店でもね、やっぱね、太麺なんですよ。太麺だよ、うん、しっかりとね、麺を洗っていきます。はい、はい、温める用のお湯も戻しました。ありがとう。これでもね、この熱盛り、まずポイントだよね。ポイントだね。今までね、発見できてなかったんだけど、ある時にちょっと何とかしようと思ってやったんだよね。やったら、うまくいきました。うまくいった。最初それをやらずにやってたから、なんか微妙だったんだよ。そうね。あと麺はね、普通パスタとかに代用してたんだよね。そう普通の中華麺でやってみたりとかして。そうたまたまつけ麺を見かけて、そう、まあ、リュウケンがもともと太麺好きなのしてたから、ああ、これでやったらより近づけるんじゃないかと思って贅沢に取り入れました。戻します。はい、よいしょ。ネットに、はい、はい、じゃあ回したら、まあ、ちょっと温めます。はい、まあ多分すぐ温まると思うんだよ。うん、すぐ温まる。もういいです。あんまつけすぎると伸びちゃう可能性があるんで、はい、ゴー。いきましょう。肩もゆっくりするだけ。はい、そしたら手で盛り付けてください。今回半分半分です。そうだよね。そりゃそうだよね。なんでしてんだろう。拷問かな。ごめんごめん、びっくりして。ごめん。もう今の拷問です。はい、半分に分けましょう、はい、ちょっとね、ボリューミーってボリューミーだけど、大体つけ麺ってボリューミーだから、そうそしたら今のうちに和えておきます。はい、これタレと麺を絡めておきます。しっかりとこれ絡めてください、はい。まあ、食べてる間もね、温玉と混ぜながらあれなんだけど、ちょっと温玉いけるよ。おーい、はい、お、お、結構いい感じだね、うん、いや、微妙、硬すぎたな。あとは玉ねぎだね。はい、玉ねぎを、はい、できました。こちらがダブルRK特製油そばです。じゃあ早速食べましょう。食べましょう。はい、ということで、できましたね。皆さんで食べます。はい、食べましょう。せーの、いただきます。僕は結構ね、ラー油大好きマンなんで。あ、そうだ、ラー油入れてください。めちゃくちゃかける派です。ラー油入れてないレシピなんで。よし、これはよく混ぜて食べるといいです、うん、やばいな、これ匂いがいい。うまい。うまい、うん、いいね。これもいただきます。うまいな。めっちゃうまい。安定してます。お好みでお酢を食べます。玉ねぎのアクセントどうすか。素晴らしい。やっぱ新玉だからかね、そこまでカラッてならないから、やっぱいいっすね。うん、オイスターソースをこのためだけに買ってあるからね。そっか。俺実は油そばってさ、うん、食わず嫌いの代表格だったの。うんうん、油そば食べるんだったらラーメン食うとか、まあ、つけ麺食うとか、うん、で油そばを食べに行くっていう発想がなくて、うん、名前からしてちょっと思ったらそうらしいと思ってた、うんうん、だからルーミンさんがなんかそのそれこそ専門店で行くんだって言ってて、うん、へえと思ったんだけど、行こうよって言われて、まあじゃあ行ってみようかなと思ったから行ってみたのね、うん、でそこで食べさせてもらった油そばがめちゃくちゃうまくて、花見さん美味しいよね。美味しい、うん、めっちゃうまいな油そばっていうのに気づいてから、うん、ドハマりした。ラーメンじゃん。ハマった。あと家で作るなんて、ね、そう、家で作るやつも本当にね、うますぎてびっくりした。最初の頃はずっと言ってるもん、俺天才だわって。ねえ、ルーミさん天才すぎねっつって言ってたね。ずっと言ってた、うん、いやこれ天才だわっつって。お店を再現しようと思ったら自分の好みを追求するなって、店超えた。やっぱ温玉がキーな感じはするから、うん、ぜひ百均の温玉メーカーでも買ってもらえたら。そうね。
完食。早い。ペロリですね。ペロリですね。これは。あと正直我々今腹ペコすぎて。お酢とか酸っぱいの苦手な人は最初のタレ作るときにお酢入れずに様子見でもいいかなと思います、うん、タレだけ作って麺と混ぜてからちょっと回してみる感じで調整してもいいかなと、ね、後からとから結構足してもいけるので自分好みに変えられるのがこのレシピいいところですね、うん、完食です。ごちそうさまでした。いやめっちゃうまかった、はい。これあれだよね、兄弟たちとかさ、うん、友達にも食べさせて、うん、結構好評だったね。好評だったね、うん、ぜひ作っていただければと作ってみてもらいたい思います。我が家の味ね油そば。そうね、これ本当にね、自慢できるぐらい美味しい油そばなんで、はい、ぜひ皆さん、ね、参考にしてみてください。お願いします。お願いします。食べてみたら感想をコメントで待ってまーす。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録グッドボタンお願いします。はい、また2023年中にチャンネル登録者1000人目指してますので応援よろしくお願いします。動画は毎日夜8時に投稿しますので見てね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンとルミでした。お疲れ様でーす。おかわりしたい。おかわりしたい。